半端なら君をふわふわしたいならどうぞ開演準備した OK 無理でも無理でも愛してねほら Say that 手を響かすよ Get up 集合です。はいはい、チームが良くなるためにどれだけ自分が動けるかっていうのと、まあ、ダンスのスキルに関して自分がどこまでこの5日間で成長できるかっていうところを何より考えて行動してます。全員で一致団結してベストパフォーマンス出します。イエーイ。曲名踊るなんで、踊なんで、あのみんなで一致団結して踊るです。お願いします。はい、はい、お願いします。こうみんなで作り上げたものがなんか自分たちの熱量とかリハーサルで返ってきた汗とかその気持ちだとかをやっぱ映像にもなんか載せれたらすごいいいなと思ってるんで。はい、はいはい、めちゃくちゃみんな努力家でダンスが得意なメンバーもいればそうじゃないメンバーもいたんですけど、チームが一つとなって一つなんかいい作品を作ろうっていう気持ちがもうみんな一つだったので、なんか一個一個みんなで支え合って頑張っていくっていう姿がすごくかっこよかったです。うん、なんか練習でやったことできなくてちょっとパニックになっちゃって、まあでもちょっと仲間があったかくてよかったです。やりました。その本番だから逆に気合い入れるとかではなく、やっぱ練習でやってきた練習でやってきたそのままを出せば、カメラ回ると一気に気持ちが変わるっていうか、今までやってきたのが結構出せたんじゃないかなって思います。めっちゃかっこよくなると思うんで。青春ですね。もっといろんなアーティストさんとかに比べられてもボーイズボーイダンス上手だよねと言っていただいたように、チーム全体がスキルアップすることです。一つの作品を作るのに対して日々の自分の甘さを感じた時間だったので、この時間はなんか、まあ、今経験できたので、これからあのいろんなことをやっていく上でもう絶対に今回のことは忘れないようにしようと思います。やっぱ大変ですね。結構疲れますね。今サビラスサビが全員のシーンが終わりました。なんか本当に久々にこんなに動いて汗かいたので、この作品みんなに見てもらいたいなって本当に思います。今までボーイズでみんなでやってきた中でとにかく一番濃い5日間だと思ったので、歴史に残る1日って感じですね。はい、
撮影日が一番みんなかっこよかったんじゃないかなと思います。全員で揃える振りをやるのが久々というかライブ以来だったので、でもライブよりもなんかもっとパキパキ踊ったりするのがめっちゃ大変で、メンバー一人一人こうダンスを教え合いながら完成できたので良かったと思います。いや結構あの激しい振りとかで体力とか消耗しちゃうんですけど、でもなんかやりがいのある振りですごいなんかやってて気持ちよかったです。最高です。振りをどこまで精度高くやるかっていうところを追求してやったんで、あとはまあやるだけっていう感じです。感想一言。パワー。もっと表現力とかそういうのを磨いて、もっとたくさんダンスを上手に踊れるようになれたらいいなって思いました。いろんなこと頑張ります。このみんなで踊った作品自体が世に知れ渡って、たくさんの人に知ってほしいですね。公演中止とか経験したり、たくさんの舞台とかライブが中止になってると思うんですけど、その中で、ね、茜先生とそしてボーイズのみんなとこんな楽しくて素晴らしい作品を作れることが何よりも嬉しくて、早くとにかくもうファンの皆さんに見てもらいたい気持ちでいっぱいです。次ライブするとしたら約もう今の時点で半年ぶりぐらい、約半年ぐらいは経ってて、まあ、そこでやっぱファンの皆さん成長見せないと、こうね、なかなか会えないのに久しぶりに会ってがっかりさせちゃうのも嫌ですし、そこはやっぱしっかりと自分たちの成長を見せなきゃいけないなと思うのと、たくさんの人に感動してもらえる作品をとにかく作りたいです。まだまだですけど、まあ、僕の目標は後々ボーイズボーイのセンターになることなので、これからです。見ててください。